さあ WBC のベルトをかけたチャンピオンシリモンコンの初防衛戦、相手も元 WBA スーパーフェザー級のチャンピオンです。タイが生んだ天才シリモンコンか、それとも韓国から日本に渡ってきたチェ・ヨンスか。今第1ラウンド開始のゴングです。 WBC 世界スーパーフェザー級タイトルマッチ、チャンピオンシリモンコン新ワンチャン、今背中黄色いトランクス赤いベルトライン、こちらがチャンピオンのシリモンコン新ワンチャンです。辰吉丈一郎との対戦、非常に印象に残っています。あれでバンタム級のベルトを奪われましたが、それからこのスーパーフェザー級のベルトを長島健吾との去年の8月王座決定戦でもぎ取りました。一方チャレンジャーシャイアン長谷川ジムに去年の4月に移籍しました韓国からやってきた元世界チャンピオンチェ・ヨンス、赤いトランクスがこのタイトル奪取への思いを表れています。さあ川島さん、はい、まずは立ち上がりジャブをスッスッと伸ばしていく、いつものシリモンコンシンワンチャー、そんな感じがいたします。そうですね、この左がいいですね、非常にね。この左から強烈な右を持っているのがシリモンコンシンワンチャーです。一方のチャレンジャーチェ・ヨンスはいつものようにクラウチング、前へ前へとガードを固めながら出ていきます。これがチェ・ヨンスの戦い方ですね。そうですね、前を詰めてくるか、右を伸ばしていきましたチャンピオンシリモンコン、左をぐっと伸ばしていったチェ・ヨンスです。戦前の予想では鹿島さん、はい、前半はチャンピオンシリモンコンのペースではないかというふうに言われてます。そうですね、長島選手もね、この右で倒されましたし、第2ラウンドでしたよね。そうですね、前半非常に強いんですよね、はい、だからチェ・ヨンスとしては要注意ですよね、前半ね。上半身顔のあたりガードを固めながら前に出てきます。右を伸ばしていったチェ・ヨンス、チェ・ヨンスの右がノーモーションで伸びてくる、このあたりをチャンピオンのシリモンコンも警戒していました。ジャブ2つ、チャンピオンのシリモンコン、ワンツーできた、3つ目を返していきましたシリモンコンです。チャレンジャーチェ・ヨンスが日本に移籍して、まあ、韓国ではボクシング人気低迷ということで、世界タイトルへの再度挑戦、これを実現するために日本のシャイアン長谷川ジムに移籍してきました。その夢が今日叶っています。タイトル挑戦のチャンス、本人はこれがラストチャンスともちろん分かっています。この左がよく伸びますよね、チャンピオンですね。そうですね、シリモンコン左で来た、ダブル、そして右のフック、ボディへのフック、チャレンジャーチェ・ヨンス左を2発続けてきました。中に飛び込もうというチェ・ヨンスですが、チャンピオンのシリモンコンも慌てません。この辺り落ち着いている、非常にコンビネーション、そしてステップワークがチャンピオンは冴えています。ジャブ3つ、額の汗に、あと辺りにうっすらと汗がにじんできました。第1ラウンド残り10秒を切っています。ワンツーを当てたところで第1ラウンド終了です。第1ラウンド放送席川島さんの採点では10対9と早くも差をつけました。チャンピオンシリモンコンが10点を取っています。それでは両選手の戦績を紹介してまいりましょう。WBC 世界スーパーフェザー級チャンピオンのシリモンコン新ワンチャー、戦績は40戦戦って39勝1敗23ノックアウト勝利、この1敗が辰吉に喫したものです。現在23連勝中、13試合連続ノックアウト勝利を重ねています。一方チャレンジャーのチェ・ヨンス、去年の4月にシャイアン長谷川ジムに韓国から移籍してきています。33戦29勝3敗1引き分け、29勝のうち19のノックアウト勝利、勝てば4年4ヶ月ぶりのチャンピオンベルトになります。第1ラウンドは落ち着いていたチャンピオンです。ラウンド2、第2ラウンドに入りました。世界スーパーフェザー級のタイトルマッチ、初防衛戦は難しいと言いますが、シリモンコン新ワンチャー、かつてバンタム級で WBC のベルトを防衛3回重ねています。一方チャレンジャーのチェ・ヨンスの方は元 WBA 世界スーパーフェザー級のチャンピオン、防衛7回成功しています。手強い相手を迎えましたシリモンコン新ワンチャー、タイにベルトを持ち帰ることができるかどうか。川島さん、この試合巧者の2人ですけれども、
試合の中で戦法を変えてくるのが上手い2人ですよね。そうですね、まあ、こう見ても読み合いっていうのがすごいですね、お互いね。そのあたりもしこう見た目で分かる部分があれば教えていただきたいと思いますが、はい、右で来たチャレンジャーのチェヨンス、バックステップ、そして左を合わせてきましたチャンピオンのシリモンコン、左のジャブ2つ。長坂さん、はい、どうぞ。チャンピオンサイドですが、はい、やはり今日立ち上がりも調子いいと見ているようですね、それで、まあ、ウォーミングアップからもリラックスムードですごい笑顔がこぼれるなど、やっぱ自信があるようでしたね。 はい、それで指示としましては、はい、左のガードだけは絶対下げるなと、うん、そして左のジャブを突き続けるんだと、そういう指示が飛んでいるようです。チャンピオンサイド櫻井健一郎アナウンサーの今リポートが川島さんありましたが、はい、やっぱりチェヨンスのこのノーモーションの右ストレート、はい、警戒していると見ていいですね。そうですね、なんか見えないですよね、この右っていうのはね。チェヨンスはステップは普通にスタンスは取ってるんですが、上半身は相手に正対するような形でちょっとひねって立ってますよね、はい、ちょっと変わった構え方しますね、普通はハスに構えるのがこのオーソドックスタイルなんですが、上半身をぐっと左の肩を開くような形で相手の正面に立ちます。そしてこの右ぐっと伸びてきます。スムーズに出ますよね、右がね、ああいう風に構えるとね、なんか手打ちのようなんですけどパンチがあるんですよ。振りかぶっては打ってきません、右のストレート。その右がチャンピオンの右を捉えていきます。シンワンチャ、シリモンコンもステップでこれをかわしていこうというところ。左に左にサークル、そしてジャブ。このジャブをジャッジがどういう風に取るかでしょうね。この頃10対9でどっちかに振り分けなきゃいけないんで、はい、まあ、いいジャブですよね。ここら辺を取るとは思いますね。必ずどちらかに点を入れていく、はい、そのあたりを第1ラウンド川島さんの採点ではシリモンコンのこのジャブを取ったという風に言うんですね。前を詰めます、チャレンジャーチェヨンス左、しかしそこからスッとかわしていきました。チャンピオンシリモンコンボディ、公開スパーリングでもシリモンコンがボディをよく見せていましたよね、はい、お互い打ち合ってましたね。チェヨンスもボディから右のアッパー、はい、右のダブルというのをこのアッパー、このアッパーですね、これが試合を分けるかもしれません。第2ラウンドもあっという間に10秒を切っています。ダッキングで前に出ていく右のストレート、これもノーモーション。チャンピオンの顔面を捉えたところで第2ラウンド終了です。第2ラウンド川島さんの採点10対9シリモンコンです。お互いに相手の手の内を探りながらという序盤戦です。何かこうどういうふうに出てくるのかを測っているような、 そうですね、そんな感じもしますよね、シリモンコンとしてはこのジャブを当てて相手が出るところに右をかぶせようというカウンターを狙ってますね、はい、判定でもタイにベルトを持って帰ると話していたシリモンコンですが、できればノックアウト勝利も狙っていきたいと話していました。左のジャブ、これがチャンピオンの持ち味、右にどうつなげていくか。右がクリーンヒットした時には相手は確実にキャンバスに崩れ落ちる、そんなシーンがこれまでも続いてきました。しかしチャレンジャーもガードの固いチェ・ヨンスです。第3ラウンドのゴングも静かになりました。 WBC 世界スーパーフェザー級のタイトルマッチ、序盤はお互いに相手を伺うような攻防が続いています。間合いを詰めるチェ・ヨンス、ステップでジャブを放っていきますチャンピオンシリモンコン。長坂さん、はい、青コーナーチャレンジャーサイドですが、はい、どうぞ。チェは非常にリラックスしていると。でチャンピオンも予想通りの出方だし、この前半も乗り切ればこっちのペースに持っていけるのではと見ているようですね。チャレンジャーサイド八馬純也アナウンサーですが、やはり中盤から後半に勝負どころを持っていきたいと目論んでいるようです。シャイアン長谷川ジムチェ・ヨンス、かつて WBA の世界スーパーフェザー級を7度防衛しています。再び世界の頂点に輝けるか。左のジャブシリモンコン、シリモンコンは KO が多いんでね、はい、後半ちょっとスタミナがなくなるんじゃないかっていう読みがね、どういうふうに当たるか。現在23連勝、そして13試合連続ノックアウト勝利中のチャンピオンシリモンコンです。左から右、しかし怖がらずに前に出ていきますチャレンジャーチェヨンス、左の大振り、これは空を切りました。目の良さもチャンピオン光ります。目がいいですね、非常に。川島さんも目の良さでは知られていましたが、相手のどんなところを見てるんですか、目のいいボクサーというのは。まず目ですよね、はい、シリモンコの場合は目を見てますね。チェヨンスは胸を見てます。
ね、胸を見るってことは相手にとってはやりづらいですよね。どこからワンチが出てくるか分かんないっていうところはシリモンコンの場合はやりづらいと思います。あの視線を合わせてくれないという感じですか。 そうですね、そのあたりも川島さんならではの解説が出ましたが、さあまた詰めていく、そこに迎え撃つような形、チャンピオンシリモンコン、おっと右ストレート、チェイヨンスの右ストレート、顎が初めて上がりました。チャンピオンシリモンコン左のフックかぶせていく、チャレンジャーが前に出るのか、ジャブでかわしていこうというチャンピオンシリモンコン、右のストレート速い右を放ってきました。チェイヨンスちょっと第3ラウンド形が変わってきましたね。そうですね、前に前にチェイヨンスが出てきましたね、はい、右右といきなりの右を放ってきます。ノーモーションの右、チャンピオンはこれを警戒していました。その右チェイヨンス2度3度と顔面を捉えてきます。しかしチャンピオン落ち着いてジャブを放ってきます。左から右のフック、シリモンコン左のフック右、チェイヨンスとしてはあのシリモンコンは逃げないようにね、はい、ボディから攻めていきたいですよね。なるほど、相手の足も止めていこうという、ね、左が伸びてきます。シリモンコン右、しかしだんだんとチャンピオンもこうやってかわすようになってきます。この辺りが目の良さですか。顔がいいですよね。このラウンド序盤には食らっていた右ストレート、しかし終盤チャンピオンのシリモンコンもかわしてきます。右のアッパーから右のフック、チャンピオン左のフック、チェイヨンスチャレンジャー、序盤チェイヨンスが右ストレートを再三チャンピオンの顔面に叩き込んだ第3ラウンド。このラウンドは川島さんの採点では10対9、チャレンジャーのチェイヨンスです。完璧だ。こいつには踊らせるネタが何もない。あのな、俺は所詮三流のペテン師なんだよ。トライ、華麗なる賭け。ヤバくなったらさっさと逃げる。それだけだ。目の奥がズーンと重いとき、キューピーコアアイはなぜ効くのか。一言で言いましょう。このお薬、神経や筋肉のある内側の方から目の疲れを治療してくれる。これは楽になります。キューピーコアアイ。車の買い取りアップル CM モデルオーディション、撮影場所はハワイ。アップル CM モデルオーディション参加者募集中。車の買い取りアップル。たとえ降ったり重ねた Let's get together now。 雨が降るなら君の Chemistry New Album Second Ten Nine。スピードとスムーズな動きの右ボクサーファイターのチャンピオンシリモンコン・シンワンチャー、 WBC スーパーフェザー級のタイトルマッチは第5ラウンドに入っています。一方チャレンジャーのチェイヨンスはファイタースタイル、前へ前へとこうして出てきます。右を伸ばしてきましたチャンピオンシリモンコン。第4ラウンドで相手の動きを伺いました。これがこの第5ラウンド、チャンピオンはどう出てくるか。またジャブです。何かこう2手も3手も先を読むようなそんな戦いぶり両者です。チェイヨンスはどう考えますか。ここからどん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 プレッシャーかけてくるでしょうね、はい、もっともっときつくなるでしょう。プレッシャーが終盤にかけて自分のペースに持ち込むためには相手にプレッシャーをかけていきたいチェイヨンス。長坂さん、はい、青コーナーチャレンジャーサイドですが、はい、八島さん、チェイヨンスの体がかなり温まってきていると。ほうほうほう。これが本来のチェの姿だと、はい、相手はかなり 焦っているようだし、ええ、もうすぐ捕らえられるのではというふうに見ています。あ、そうですか。アジアの虎チェイヨンス、そろそろ体が温まってきたということですが、あの川島さん、はい、スロースターターという言い方がされますよね、チェイヨンスの場合は、このあたりのことでしょうか今。そうですね、前半はちょっとエンジンのかかりが遅いというのは、ね、はい、あのチェの、まあ、なんていうのかな、特徴でもあるんですよ ね、 そ, うですね、そのあたりセコンドはそろそろエンジン全開と見ています。チェヨンスが前に出る。中坂さん、はい、どうぞ。桜井さんですね、そのチェヨンスに対してですね、少しずつパンチをもらうようになっているんですけれども、はい、とにかく慌てるなという指示を送ってますね、うん、それで攻撃に関してはやはり左を重要視することには変わりないんですが、はい、なんとか右につなげていこうと話しています。左のジャブから右につないでいきたいというチャンピオンサイド、左ノックチャレンジャーのチェイヨンス、右のフック、これはかわしていきました。シリモンコン勘がいいですね、やってスウェイしてね、目先でかわすというのはなかなかできないですよね。こう本当にわずかなところでかわすシーンが多くなります。左のジャブ、チェイヨンス、
ただ得意の右フックのカウンターというのはなかなか打てないですよね、チェイヨンスには。チェイヨンスのパンチに合わせるのが非常に難しくなっています。そうですね、モーションがないですから、チェイヨンスには。ただそれでも図ってカウンターを狙っていくと話していた、チャンピオンのシリモンコンです。左ノックチェイヨンス、左ノックもう一度、しかしこれはガードの上、右のストレート、ノーモーションできました。チェイヨンスの右、チャレンジャーの右が捉え始めました。このラウンド、第5ラウンド、チェイヨンスの出し方がまたちょっと変わってきてます。そうですね、コンビネーションが出てきました。単発ではなくなりました。連打、手数で勝負してこようというのか、シャイアン長谷川ジムに移籍しましたチェイヨンス。ワンツー、これもかわした。そして左、今も一瞬フェイントを入れての左でした。しかしチャンピオンもここに防戦していく。第5ラウンド終盤に大きな動きがありました。にわかに動き始めた終盤の第5ラウンド、しかし川島さんの採点では悩んで悩んで10対10のイーブンです。愛も復讐もこの剣に宿る、魂は砕け散り、アドレナリンがほとばしる必殺エクスタシー。こんなアクション見たことない。アウトライブ快感。図面にすごい割れて、なんかいっぱい仕事があるときにメイク、家帰って落とさなきゃいけないっていうのがすごい面倒くさいですね。ダブを使ったらいつの間にかスーって馴染んでいくような感じで。成分の4分の1がモイスチャーミルク、乳液タイプのメイク落としです。メイクはしっかり落として潤いを守ります。落とした後もすごいなんか潤いを感じて、なんかすっごいしっとりした感じで、なんかふーっ、あーなんか気持ちいいって。ダブモイスチャークレンジング誕生。ナノテクノロジーの世界では、ジェット旅客機を地上1ミリで飛ばすような超微細な技術が求められています。ナノワールドへようこそ。 TDK。 喉に来たかな。だったらその場でフィニッシュコア。薬がピタピタッと当たって喉を覆いながら広がっていきます。で、喉の痛みも腫れも静まっていくんですね。これがフィニッシュコアです。三菱電機プレゼンツ、メントレザジャイアンツスペシャル TOKIO ライブツアー2003グライダー、僕らのツアーがついにスタート。チケットは1月19日に発売。ライブで待ってるよ、来てね。終盤8ラウンドに入ります。 WBC 世界スーパーフェザー級のタイトルマッチ、チャンピオン、こちらがシリモンコンシンワンチャー。今日が初防衛戦になります。去年の8月王座決定戦で日本の長島健吾を2ラウンド右のフックで粉砕しました。あの右に持っていくための布石、ジャブを再三放っていきます。シリモンコンチャンピオン、このジャブです。チェヨンスも前へ前へとガードを固めて出ていくんですが、その後のパンチ出そうとするとチャンピオンのジャブが飛んできます。ワンツー。チャンピオンはこの2ヶ月で200ラウンド以上のスパーリング。チャレンジャーのチェヨンスもかつて WBA のベルトを巻いていた当時と同じ100ラウンドのスパーリングをこなしてきています。韓国から日本にタイトル挑戦、ベルト奪取の夢を乗せて移籍してきました。右のストレート、右、そして左のクー、これは空を切りました。やはりその思いがあります。妻と子供2人を韓国に置いて日本に移籍してきました。単身乗り込んで掴んだチャンス、そう簡単に手放すわけにはいきません。チャレンジャーのチェヨンス、その思いというのは練習を見ていても伝わってきます。ワンツー、いいパンチ当たりましたよ、さっきね。チャンピオンの顎がありました。チャレンジャーのチェヨンスの右、チェヨンスの右、ここから中に飛び込んでボディから顔面のアッパー、そこまで持っていくことができるか。いきなりの右でチャンスをつかむのか。ノーモーションの右がこのラウンドは当たり始めました。ちょっとステップが一歩前に出てますかね、はい、相手の動く方向にパンチを打ってるんですよ。あ、なるほど、先を読んでるんですよ、だから当たってるんですよ。一手先、チャンピオンが左にステップ、そこにパンチを持ってこようという先に、先にそっちに打ってるんですよね。そして右のアッパーも放ってきましたが、これはチャンピオン読んでいました。ちょっとシリモンコ焦り出しましたよ。バックステップ、左のジャブ、自分のペースに立て直そうというチャンピオンのシリモンコ。チャレンジャーのチェヨンスが前に前へと進めてきます。第8ラウンド、また山を作ろうというチャレンジャーのチェヨンス。シャイアン長谷川ジムに初めての世界ベルトを持ってくるか。
そしてこのチェヨンス日本に移籍したということで、もし今日勝ちますと日本人としての歴代チャンピオンに名を連ねることがすでに決まっています。韓国と日本、日韓共同の世界戦略、チェヨンスが果たしてベルトに届くか。このラウンドはチェのパンチ一発二発いい形でチャンピオンを捉えています。しかし終盤に立て直してくるのか。チャンピオンシリモンコンシーマンチャ、そうですね、今の右も先々ですね、今のよく分かりましたね、チャンピオンがチャンピオンの方から見ると左にステップ、そこにパンチを合わせてきています。左のジャブ、チャンピオンチェヨンスの左のフック引っ掛けていこうというところですが、右のボディから左のフックは空を切った。このラウンドチェヨンスチャレンジャー10対9と川島さんの採点では取っています。百戦錬磨のチャレンジャーの読みというのが出た第8ラウンドでした。本当にうまくチャンピオンの動いていく方にパンチを出していくんですね。ああいう風に打っていった方が当たりますよね。ここですね、ちょっと左側に避けているところを、はい、こちらからすると右側に打ってるんです、ね、そこを読んで右に伸ばしていくんです。これはここですね、ここもそうです。相手の目を見てないから反対に当たるんですよ。しかしその間合いというのは絶妙に読んできますね。そうですね、これがさすがに元 WBA 世界スーパーフェザー級7度防衛のチャンピオンです。今日はチャレンジャーになっているシャイアン長谷川ジムに移籍したチェ・ヨンスです。ラウンド9、祈りを捧げたチェ・ヨンス第9ラウンドに入ります。 WBC 世界スーパーフェザー級のタイトルマッチは残り4つのラウンドになりました。チャレンジャーが終盤にやはりその持ち味、じわりじわりと読みの良さ出てきています。何かこう詰将棋のような楽しみ方もできる今日のタイトルマッチですね。はい、そうですね。さあボディだ、チャレンジャーのボディがここに来てきました。チェヨンスチャンピオンのボディへの攻撃、そこら辺お互い先の先を読まないとね、パンチ当たんないですよ。これだけ上手いと、うまさがあります、目の良さもあります。右のストレート、またチャンピオンがのけぞるようなシーンです。チャレンジャーの右ストレートが当たってきた。これを見て今度はシリモンコンがどう考えるかですね。そうですね、逆にステップを切っていくのか、それともバックステップを持ってくるのか。ワンツーできました、チャンピオンのシリモンコン。左のジャブ、相手の目をじっと見ているシリモンコン、目をそらすように胸のあたりを見ているというチェヨンス、チャレンジャー。ボディにこのラウンドを打ってくるのが目立ちます、チャンピオンのシリモンコン。そして左のフック、左のジャブ、ここでコンビネーションで時折ボディにチャンピオンが打ってきますよね、はい、このあたりはどういう気持ちですか。あ、左ボディですか、バーッてジャブを散らすとうまく当たるんですよね。顔面打ってまたボディに打つとまた上にうまく当たるんですよ、はい、下にガードに、ガードが下に集中するので、今度は上にパンチを当てると今度は当たるんですよね。相手の気持ちを下に下げようという戦略です。左チャレンジャーチェヨンス、チャンピオンのガードの間に入れてきました。チャレンジャーのチェヨンスです。終盤の粘り、終盤の逆転劇、これがチェヨンスの持ち味です。これまでも世界タイトルマッチで再三見せてきた攻撃をチャレンジャーとして、さあチェヨンスが出てくる。今日はチャレンジャー、失うものは何もない。世界タイトル4年4ヶ月ぶりのこのチャンスを生かすことができるか。チェヨンスが出てきます、右のストレート、チャンピオンも相手をじっと見据える。右のストレート、チェヨンス伸びてきます、この右、再び世界の頂点をつかむか、チェヨンス。ここまでポイントでは川島さんの採点ではシリモンコンが2ポイントほどリードしているという放送席での見方ですが、さあチェヨンス右のアッパーボディ、このボディ、そして左のフック、挑戦者のチェヨンスが出てくる。右のアッパーを初めて使ってきました、ダッキングでかわす。相手のパンチも見えてきています、チェヨンス。さあチャンピオンも残り10秒の合図を機に前に出てくるか。左のジャブ、チェヨンスがこのラウンド出てきています。ここでゴング、第9ラウンドチェヨンスが仕掛けてきました。しかし川島さんの採点では10対10イーブンとつけています。皆
さん、いよいよオープンですね。ところで店長、なんでピタッとハウスには女性スタッフが多いんですか？女性には愛がある。え、僕は広がるスターツの住み替えショップ、ピタッとハウス。あ、ほっぺ赤い恋してるから。恋、もう熱上がりっぱなし、息も苦しい風邪じゃん。風邪にはコルゲンコーア ET です。その先に君の求めるものがある。運命を解き放て、ナムコテイルズオブデスティニー2。ナムコはんたまってどこさ、シューパラシューパラ、はんたまってどこさ、シューパラ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 。スキー&スノボはハンターマウンテン塩原。ポンッと開けたらピッツと飲めちゃう、パッツと美味しいピヨ100円。ポンッと開けたらピッツと飲めちゃう、パッツと美味しいピヨ100円。梅の実入りジャストが嬉しい、超安梅酒ピヨ。ペンギンだな。コンボイショーボリューム22、ペンギンザレディスコンボイ公演決定。あなたが飛べるきっかけはコンボイショーペンギンザ日生劇場で。ややワセリンが多すぎるということで、レフリーのフランコ・カプチーノさんが吹くように今命じました。チャンピオンサイドです。第10ラウンドがすでに始まっています。残りは3つ。チェヨンスが終盤に出てくるのか、そこをいなしてチャレンジャー、このチェヨンスの攻撃をいなしていくのか、チャンピオンのシリモンコンです。シリモンコン、チャンピオンの焦りというのは川島さんどうですか？まだ感じられないですね。まだ焦ってませんか？よく見てますよね、相手をね。この目ですね、本当にこう光るような眼差し、チャレンジャーを見据えています。長坂さん、はい、どうぞ。シリモンコンサイドはもう残り3ラウンドになりましたね、やはりこちらから仕掛けるという危ない橋を渡るよりは、やはりこのままの戦法でもう逃げ切るを図るような感じですね。ああ、そうですか。ですからラウンドごとに残り5ラウンド、残り4ラウンド、そういった励ましをかけてますね。ここまではということは、ポイントではリードしていると読んでるんですね、チャレンジャーさん、ね、チャンピオンサイドは、はい、さあ果たして逃げ込み体制ということでうまくいくんでしょうか、チャンピオンのシリモンコン新ワンチャン。長坂さん、はい、一方チャレンジャーサイ サイドですね、ここのところはポイントは向かったというところですね、大きいパンチではなく小さいパンチを出しているという準備を出しています。さあ互角と見ているチャレンジャーチェヨンス、ここでまた攻勢を仕掛けてくる。左右のフックビーナッパー、ビーノック左のフックは空を切る。チャレンジャーが前に出るが、チャンピオンもここはかわしていきます。チェヨンスチャンスですね。シリモンコンもかわしていきますが、チェヨンスが前に出る。チャレンジャーチャンス、左のアッパー、これも空を切った、ボディにパンチ、チャンピオンのシリモンコン、ワンツーで来る、ボディへの攻撃、ちょっと頭が当たりました、この辺りは誤った、チャレンジャーのチェヨンス。第10ラウンド残り1分10秒を切りました。右から来ますチャンピオン、左のボディ、ボディボディと打ってきますチャンピオンのシリモンコン。相手のガードを少しでも下げさせたいのか、しかしチェヨンスはここは前を詰めてこようというところ、頭を振りながら前に出る、そこを迎え撃つチャンピオンシリモンコン、右のストレートを伸ばしてくる、パーリングで受けていったチャンピオン、ここもパーリング、そしてバックステップ、シリモンコン本当に逃げ切りを図ってますね。そうですか、軽く合わせだけですね、相手のパンチをポンと当ててきて、相手に出てくるところにも軽くパンチを合わせてきます。ここも軽いです。公開スパーリングで見せたような右のカウンターっていうのはやっぱり出ないですね、軽く打ってますよね。なかなかやっぱり難しいんでしょうね、それだけチェヨンスの右、ノーモーションの右にカウンターを合わせるのは難しいのか、まあ、あれだけ強く打つとスタミナも切れますからね、そこら辺考えてるじゃないですか、スタミナ計算。左に回りながら左、そして右、チャンピオンがここは軽くいなすような形、残り3ラウンドで逃げ切りに入るのかチャンピオンシリモンコン。ここで第10ラウンド終了です。残りはあと2つになりました。川島さんの採点では10対9と、ここはチャンピオンサイドに10点を入れました。シュー、3つの美味しさ、あー、梅酒、ちょっと
光ファイバーで映画も見られるんですね。早いの。ここ行ってきますね。これ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 。はまるよきっと。おそば飲めちゃうよ。マンスリーレオパレスフラット。大丈夫？熱が辛く早く治したいとき、バファリンは熱に効く成分とその吸収を助ける成分でできています。よかった、下がったみたいね。熱にも効くバファリン。キャッシングのことならご利用は計画的に。目の奥がズーンと重いとき、キューピーコアアイはなぜ効くのか。一言で言いましょう。このお薬、神経や筋肉のある内側の方から目の疲れを治療してくれる。これは楽になります。キューピーコアアイ。カーコンビニクラブキダー。フジテレビが開局45周年を記念して送る夢のスーパーサーカス、2月7日いよいよ開幕。お問い合わせはご覧のところまで。キラブが来ます。WBC 世界スーパーフェザー級のタイトルマッチ、グローブを合わせる右チャンピオンシリモンコンシーワンチャー、左チャレンジャー韓国から日本に渡ったチェ・ヨンス。ここでアッパーを持ってきました。左のアッパーチェ・ヨンス、右のストレート。さあ決死の攻撃が続きます。チェ・ヨンス。長坂さん、はい、どうぞ。チャンピオンサイドはポイントについて再確認取りましたので、はい、大差で勝っている。初防衛をもう確信していますね。あとは逃げ込むだけ。チャンピオンサイド、チャレンジャーチェヨンスは前に出てきます。残りは3分。このラウンドに全てをかける。もうチェヨンスは前に出るしかないですね。そうですよね。韓国のボクシング人気低迷、タイトル獲得のチャンスというのはもうないと見て、そして日本に渡ってきました。日本のシャイアン長谷川ジムでトレーニングを重ねてきたこのチャレンジャーチェヨンス。勝てば日本人歴代チャンピオンに名を連ねることになります。さあ数々の日本人との戦いを制して世界のベルトを巻いたかつてのチャンピオンチェヨンスが再びそのベルトを巻くことになるのか、それともチャンピオンのシリモンコンシンワンチャーが初防衛戦を果たすのか。ここまでチャンピオンは負けたのは黒星は一つだけ、勝吉丈一郎に奪われたバンタム級の世界のベルト、あの試合の黒星だけです。ここまで23連勝中、13連続ノックアウト勝利中。しかし今日はこの最強のチャレンジャーを迎えてノックアウト勝利というのはちょっと難しいか。サウスポーになりましたね。ああそうですね、余裕があるんですね。サウスポーにスイッチしていったチャンピオンのシリモンコンシンワンチャー。サウスポーでもうまいですもんね。どちらでもできます。兄はムエタイのチャンピオン、兄弟でタイの頂点に立っています。ちょっとこの動きについていけないですね。チェヨンスチェヨンスがちょっと戸惑ってますか。非常に器用なところ。今度はオーソドックススイッチしていきました。二刀流で最後のラウンドを戦ってきますチャンピオンのシリモンコン。相手を翻弄するような動き、またサウスポースタイル、右のジャブに変えてきましたチャンピオンのシリモンコン。もう逃げ切ろうという体勢に入っていますチャンピオンサイド。このまま1敗を守るまま初防衛に成功するのか。左のストレートを顔面チャンピオンのシリモンコン。残りは間もなく30秒。左の服空を切る、ね、チャレンジャーのパンチが虚しく空を切っていく。左の服、しかしここが捉えた。チャンピオンを捉えていく。チェヨンスの思いがチャンピオンの顔面を捉えるのか。さあチェヨンス前に出る。残り15秒。シリモンコン、チャレンジャーチェヨンス、判定へと持ち込まれます。川島さんの最後のラウンドの判定は10対9、チェヨンス。これで放送席上の採点でいきますと1ポイントながらチャンピオンのシリモンコンということになります。勝利を確信したチャンピオンシリモンコンシンワンチャー、これで24連勝となるのか。
トレーナーコーチと抱き合います。チームスタッフとこれがお兄さんになりますが、ムエタイのチャンピオン兄弟で今抱き合いました。さあ果たして3人のジャッジはどういった判定か。勝者 WBC 世界スーパーフェザー級チャンピオン、シリモンコンシンワンチャー、チャンピオンシリモンコンシンワンチャーの防衛成功です。これで24連勝、14試合連続 KO はなりませんでしたが、24連勝でチャンピオンシリモンコンシンワンチャーが WBC 世界スーパーフェザー級初防衛に成功です。見事防衛に成功いたしましたシリモンコンシンワンチャー選手に、財団法人日本ボクシングコミッションより認定証を授与となります。再びベルトが戻ってきました。チャンピオンシリモンコンシンワンチャー、今このグリーンそしてゴールドに輝くベルトがその腰に巻かれようとしています。さあこのベルトそして認定証が今読み上げられます。改めて抱き合いました。チャンピオンとチャレンジャー、お互いの健闘を称え合います。負けたチャレンジャーチェヨンズにも大きな拍手が送られています。世界スーパーフェザー級チャンピオンシリコンコンシンワンチャードロン、あなたは2003年1月13日東京都においてチェヨンズと WBC 世界スーパーフェザー級タイトルマッチ12回戦を行い勝利を得たので、ここにチャンピオンとなることを認定します。2003年1月13日財団法人日本ボクシングコミッションコミッショナー林幸判定でチャレンジャーチェヨンスを下しまして初防衛を果たしましたシリモンコンシンワンチャー選手には勝利者賞といたしまして、イベント協賛スポンサーの株式会社ナムコよりナムコ賞としてプレイステーション2とナムコプレイステーション2用ソフトヴィーナス&ブレイブスと元 GP3 が贈られることになっています。118対110、大きな差がつきました。119対109、これも10ポイント差。ジャッジリチャード・フラハーティ119対109、3者ともにチャンピオンシリモンコンシンワンチャー選手の勝ちでございます。3対0大差の判定ということになりました。チャンピオンのシリモンコンシンワンチャー見事初防衛成功ということになりましたが、川島さん、はい、これだけ差がついたということはやはりチャンピオンのジャブを右ストレートですね、右の軽く合わせるようなジャブが右だったんですけど、まあ、そのポイント取りましたね。やはりそのあたりをアメリカから来たジャッジはしっかりと取っていたと、ね、いうことになりましたね。まあ、川島さんもそのあたりどういうふうに取るのか、はい、ということを心配されてましたけれども、はい、やはりチャンピオンのうまさをしっかりと見ていたと、そうですね、いうことになりますね、はい、笑顔に変わりましたチャンピオンタイのシリモンコンシンワンチャー、これで41戦40勝1敗 23KO という、非常にこの強さが際立っているチャンピオンということになります。まあ、5年前にバンタム級のタイトルマッチで初めて来日しまして辰吉丈一郎に王座を奪われました。再起後減量区から3階級上げてスーパーフェザー級で24連勝になりました。去年の8月24日王座決定戦で長島健吾を2回ノックアウトで粉砕して5年ぶりにこのベルトを巻き、そして今日初防衛を果たしました。チャンピオンベルトが帰ってきた。チャンピオンシリモンコンシンワンチャー初防衛戦でチャレンジャーチェ・ヨンスを判定の末下しています。初防衛成功です。